トラベルブリグラファーのシュウケイと申します。普段はカメラ機材とは関係ないメーカーで海外営業の仕事をしております。その傍ら平日の夜や週末の時間を使って映像クリエイターとして活動しております。もともと学生時代から海外旅行が趣味で、旅先の思い出だったり絶景を美しく形に残したいという思いから旅動画の制作を始めました。現在は旅行メディア様やカメラ関連のメーカー様など様々な企業様とコラボし、観光 PR 動画やドキュメンタリーといったジャンルの映像を制作しております。今回シグマさんからレンズをお借りして、主に屋久島での観光 PR 撮影、山梨県にある1日1組限定の宿ホトリニテさんでの撮影に使用させていただきました。使用機材についてですが、ライカ、シグマ、パナソニックの3社による L マウントアライアンスが発足された2019年当初から L マウントのフルサイズ機を愛用しておりまして、今回カメラは動画用途でルミックス S1H、 写真用途でルミックス S5 を使用しました。また DJI 製のドローン DJI Air 2S、 そしてジンバル DJI RS2 も一部使用しております。レンズに関しては使用した際のインプレッションと合わせてご紹介していきます。まず一番初めに 28-70mmF2.8DGDN コンテンポラリー、そして 16-28mmF2.8DGDN コンテンポラリーについてご紹介します。これらのレンズはアートに引けを取らない高い描写力を持ちながら F2.8 同士の明るさがあり、美しいボケミを取り入れた奥行きのある絵を出すことができます。28-70の方は文句の付けどころがほとんどない万能なズームレンズといった感じで、今回の撮影でも6から7割くらいはこちらのレンズを使用しました。 28mm での引きの風景描写、 70mm 単でのボケ感の強い寄りの描写やポートレート、旅のあらゆるシーンをカバーできる万能なレンズでした。 16-28mm は標準域で収まりきらないダイナミックな風景を収めることができます。特に室内などは広く明るく映すことができるのでかなり重宝します。またタイムラプス撮影での風景描写および星空撮影にも最適です。軽量コンパクトかつ広角域から中望遠まで幅広く対応することができるので、 28-70 と 16-28 の2本は必ず旅に持っていきたいレンズだと思いました。よく使用したのはシグマの 24mmF1.4DGDN アートです。こちらのレンズは千葉県成田市への旅 Vlog の使用事例や SNS での 24mm で撮る24時間のキャンペーン用動画の制作に使用させていただきました。 24mm の画角は主題にフォーカスしつつ背景を広く取り入れることができ、ポートレートや風景、料理に加え星空撮影でも重宝します。軽量コンパクトでアートならではの最高峰の描写力で、ここは見せたいという時に使えるレンズです。最後にご紹介するのはシグマの 100-400mmF5.6.3DGDNOS コンテンポラリーです。先ほど説明した3本で大体のシーンは事足りますが、今回初めて望遠レンズを使用させていただき、望遠の絵があるとより映像に迫力が出るなと思いました。屋久島で猿や鹿などたくさん動物と会えたのですが、
遠くからでも動物をしっかり寄りで撮れるという点でかなり重宝しました。また望遠端を使用した圧縮効果で風景をより印象的な絵にできるというところもこちらのレンズの魅力です。重量やサイズの観点で常にカバンに入れるのは難しいんですけれども、ここぞという時に活躍してくれます。それでは最後にシグマレンズの魅力についてご説明いたします。まず1つ目、描写の観点ですが、シグマのレンズは総じて解像度が高く、いい意味でシャープネスが強い印象があります。解像度が高く色も見たままのものが撮れるので、ポスプロの段階で時間をかけてカラコレをする必要がなく、かつシャープネスを強めてカリッとした絵とシャープネスを弱めた柔らかいフィルムっぽい絵を使い分けることができ、イメージした絵を得やすくなるなと思います。使用感についてはミラーレス専用の設計になり、レンズボディが軽量小型化したことにより旅に持ち運ぶことが苦にならず、撮影を楽しむことができます。またカメラメーカーの純正レンズにも引けを取らない AF 性能もかなり高いポイントです。最後にコンテンポラリーアートに対する印象ですが、シグマレンズのバリエーションの多さは非常にありがたいなと思っております。ここぞという時は解像度や美しいボケなど描写力に重点を置いたアート、旅や日常使いなど荷物を少なくしたい時はコンテンポラリーといった使い分けをすることで幅広いクリエイティブを楽しむことができます。以上が今回使用したシグマレンズのインプレッションです。現在制作中の動画は公開後にぜひご覧ください。